エレン・チャーチル・センプルはアメリカ合衆国の女性地理学者。センプルの業績は人文地理学と環境論に深く関わっている。センプルは彼女の一連の著書及び論文によってドイツの地理学者フリードリ・ヒラッツェルの業績のある側面を英語圏の地理学者に知らしめた。センプルの標準的な学問上の業績に関する評価は社会環境よりも むしろ自然環境が文化を規定するという理論である、環境決定論を主張したというものであるが、決定論とは相反する環境の影響についても論じている。センプルは、スコットランド系の父、アレクサンダー・ボナー・センプルとイギリス系の母、エメライン・プライス・センプルの5人の子の罰子として、ケンタッキー州、ルイビルに生まれた。父は、センプルが8歳の時に亡くなるが、 兵器症をしていたため南北戦争で莫大な富を築き生活には困らなかった読書と乗馬とテニスを趣味とする活発な少女であった1878年に15歳でバッサー大学に入学1882年に優秀な成績で同学を卒業姉のパティブラックバーンセンプルが設立した学校で古代史の授業を担当する傍らで修士号取得に 無形論文を執筆。スレイブリー、エースタ n ー o ンソシオロジーで終始の学位を取得する。その間、ラッツェルの著書、人類地理学と出会い、ラッツェルのいる、ライプツィヒ大学に留学することを決意する。当時のライプツィヒ大学は、女子学生の正式な留学を認めておらず、教授の許可を得て聴講することしかできなかった。センプルは1891年から1892年に、 かけてと1895年の2回、ライプツヒ大学に留学した。1904年、母トラッツェルが相次いで亡くなった。1906年、シカゴ大学での講義を始め、じめ、1921年にはクラーク大学教授に就任した。同年にはアメリカ地理学会の会長に就任している。シカゴ大学での講義、地中海地域の人類地理学の重厚生の中には、 リチャード・ハーツ・ホーンがいた。フロリダ州、ウェスト・パーム・ビーチで死去、ルイビルのケーブ・ヒル・墓地に埋葬されている。ルイビルには、彼女の名を取った LNC ・センプル小学校がある。センプルは、死、ラッツェルの人類地理学の思想と、方法論を、英語圏に広めたことで知られるが、ラッツェルの悪い部分のみを広めた、行き過ぎた、環境決定論である、といった批判的な語り方をされることが多い。 主張、地理的環境の影響に関しても、科学的厳密性には程遠いものと、非難されている。同書は、人間は、地表の産物であるという書き出しから始まり、環境の文明への影響を平易な文章で記述し、アメリカの歴史とその地理的状況は、アメリカ合衆国の歴史における過酷な自然への適応と競争による淘汰を正当化したため多くの読者を獲得し、 環境決定論の普及と通俗化が進む契機となった。この人気は半世紀を経過しても衰えることなく、後世のアメリカの地理学者を呆れさせるほどだった。多くの批判の一方で2007年に没後75年を迎えたことをきっかけに、アメリカ地理学会でセンプルの地理学研究を改めて検討する取り組みが行われた。田中によれば、従来の研究では、 センプルはラッツェルの影響を受けたという面ばかりが強調されてきたが、ドイツ留学を通してラッツェルに当時のアメリカの情報や国勢調査データ、学術雑誌を提供するなどラッツェルにセンプルが影響を与えた面もあるという。センプルの提供した資料はラッツェルの著書アメリカに活かされている。ありがとうございます。